大古法大探空区は中華、人民共和国天津市に、かつて設置された四かつく。海の海岸に位置し、海岸の河口がある。天津市中心部からは海岸を50キロメートルほど下った位置にあり、河北地区の重要港湾である、天津港は、探空の臨海地域を中心とされていた。2009年10月21日、探空区。 韓国、大港区の三市カツ区は合併し、新たに、副省級区である、浜海新区が設置された。単空周辺は、巨大なコンテナターミナルがあるほか、製油所、石油化学コンビナート、製塩工場、造船基地などが集積する、工業地帯である。中国最大の営業企業である、天津検証は、1880年に、 北洋水師が開設した工場や中国の科学工業の黎明期を担った公開学者に由来するなど中国の近代工業の発祥の地の一つでもある。また1980年代の改革開放後、天津経済技術開発区や天津港保税区、国家海洋ハイテク開発区などの工業団地が設けられ多くの外資系企業が進出している。 タンクには九十一点二キロメートルの遠浅の海岸線と三十八キロメートルにわたり、域内を流れる海岸があるほか、水面面積が六十三平方キロメートルに及ぶなど、淡水や海水の恵みと関わりが深い。水産資源は豊富であり、校長隊にはカニ類が、中潮隊には魚類、エビ類、貝類などが多く繁殖し、木海イエビやヒコガニなどは、 中国の内外で品質や味の良さが知られていた。海で採れる天然の水産物や海水で養殖される水産物から海鮮料理などが発達したが、渤海の汚染や海岸の川口関建設により漁業全体が打撃を受けている。水産資源の他には地熱資源も豊富で摂氏65度から78度の温泉が大量に湧き出している。 公共交通機関では、天津市中心部とタンクとの間の津浜景気鉄路が2005年に開通している。また海岸に加強された海岸タンク大橋は、首都が一本のしゃばり橋としては、世界第3位の規模である。タンクには、全国重点分物保護単位に指定された、重要な史跡もある。天津を守る大国地方大や民の永楽年間に、 建設された古札の長音寺が残り、漁民、農民、生民らが共存してきた歴史も伺える。戦略上重要な場所であり古くから、港としても栄えた。また、探空協定はこの地で結ばれている。行政区画としては1949年に設置された包み大区を前身とする。1952年に探空区と解消された。 廃止直前の株行政区画は、下記の通り、ありがとうございます。